はい、どうも、東賀です、今回はこちらですね。BBM 広島東洋カープベースボールカード2017、こちらを10パック買ってきたので、その開封をしたいと思いますと。ちなみに後ろにあるのは、球場桟敷という野球漫画とはちょっと違うんですね。まあ、球場で、まあ、これ読むと球場に行きたくなるんですね。球場で楽しめグルメとか、そういうのを主に扱ってますね。はい、これ読んでて自分も久しぶりにちょっと球場行ってみたくなりましたね。はい、面白い漫画なので、まあ興味ある方はぜひ。プロレス好きも結構楽しめます。はい、というわけでペナントレースは今もっか交流戦に突入しておりますが、まあ、相変わらずねセリーグはコテンパンにパリーグにやられております。まあ、その中で唯一頑張ってと言ってもいいのがこの広島、あと阪神もまあ頑張ってるかなですね。はい、広島で好きな選手はそうですね、エルドレッド選手が個人的には好きですね。あとは菊池選手とかね。はい、とりあえずはこんな感じですか、ラインナップは。はい、まあサインかファントムとかが出ればまあ万々歳ですが、正直 BBM のカードに関しては、前回のロッテのね鈴木大地選手のサインを貼ってた時点で運を使い果たした気がするので、ぶっちゃけなんか出る気は一切しておりません。はい、とりあえず今回も、開封済みのボックスからランダムで10パック選んできました。はい、多分ワンパックも抜かれてないというか、多分その前のボックスの残ったやつを上乗せしてる感じでしたね。はい、とりあえず早速開けていきましょう。広島はしかしジョンソン投手がまだ入ってきてないのに強いですね。やっぱ 1,2,3,4 って固定されてたら強いですね。ロッテに1人くんねえかな本当。はい、尾形監督ですね。お、中崎投手、今抑えじゃないんでしたっけ。下鶴タイトリスト、ジョンソンですね。ジョンソン、今の広島にジョンソン選手帰ってきたらすごいでしょうね。辻、お、田中康介、不動の一番ですね。羨ましいな本当。はい、天谷選手、横山、お、エルドレッド好きですね本当。で、野間、石原、大ベテランですよね、なんか俺の記憶ではかなり。中田蓮、はい、今村、この人が今抑えでしたっけ、お、ジャクソン、かっちょいい。ジャクソンスマイルですね。坂倉、お、新井さんですね。はい、新井さんちょっと今どうしてもあっちを思い出してしまいますね。野間、お、光ってる。ジャクソン選手のシリアルではないですね。はい、ファイティングスピリッツ。西川、緒方監督、床田聞いたことあるな。中村、お、下鶴、なんか光ってんぞ。おお、小久保選手ですね。確か大体の切り札的な感じで活躍してましたよね。こちらもノンシリアルでございますね。はい、ただ光ってるのが出るのは単純に嬉しいですね。はい、天谷選手、小久保選手、お、加藤選手、期待のルーキーでしたけど、あれ以来デビュー戦以来はそんなパッとしないですかね。
鈴木誠也選手、これ4番ですね、今の。大誠也選手ですね。石原。磯村、クリック、この前いいピッチングしてましたね、確か。新井さん、で、田中康介選手、藤井、で、相澤選手、この人は今、正捕手ですよね、確か。ダーモン引っかかっちゃった、はい、小野、中村選手、相澤選手、田中選手、お、エルドレッド、かっちょいいエルドレッド、上本選手ですね。はい、残り3パックです。やっぱ何も出ませんねまあやっぱ、ね、前回はね、奇跡でしたね、本当あれは、はい、浜谷選手、エルドレッド選手、国保選手、加藤選手、野間選手、野村選手、野村選手って今どうでしたっけ、なんか出てないような気がしますね。完全に顔日本人ですけどね。あ、ブラジル出身、なるほど、そちらへの選手、オスカルインパクトあんな、高橋選手、上本選手、赤松選手、ベテランですね、赤松選手も。そうですね、あ、もともとこの人阪神にいたんだ、へえ藤井投手と、はい、ラストでございます。1枚ぐらいシリアルが欲しいんですけどね、なかなかうまくいかないか。はい、ペーニャ、おお、そういえば今日なんか育成上がりの人が大活躍してましたね。名前なんだっけな、福井、高橋、エグサ、辻、そして下鶴でしたね。はい、まあこんな感じです。まあこんな感じですよ。基本。そんなもんすよ。10パックってのはね。はい。はい、残念ながらノンシリアでしたが、まあ、まあ光もんが2枚出たんで優勝しましょう。はい。できれば、シリアだった方が良かったですかね。はい。まあカープに関してはまた、機会があればリベンジでまた、追加で10泊ぐらい買ってみましょうかね。はい。あと今月確か BBM は確か横浜が出ると思うんで、そちらを買ってくると思います。あと日ハムも出るのかな、月末あたりに。そこら辺を買ってきて開封したいと思います。はい。まあ基本やっぱこんな感じですよ。はい。前回が奇跡でした。はい、というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。